県サッカー協会の会長に就任した北野浩一さんが HAB を訪れました。北野浩一会長は筑波大学を卒業し、津営源金沢の前身金沢サッカークラブでプレーをしました。今年6月に石川県サッカー協会の会長に就任し、日本サッカー協会の復興支援特任リーダーも務めています。今まであるものを否定するわけじゃないんですけど、やっぱり新しいことへチャレンジしていくとか、より効率的とか抑効果的な取り組みをしていきたいなと思ってるし、復興がナンバーワンなんです。我々の取り組みとしては復興がまず一番、それに何をできるかっていうところですね。なお今月22日には津営源金沢とカターレ富山の試合が行われ、HAB では試合の模様を生中継でお伝えします。